緑の窓口。緑の窓口とは、主に JR グループの旅客鉄道各社が設置、営業する乗車券類発売所、出札所のうち、マルスタンマズが設置され、JR グループ旅客全社の鉄道線乗車券類、乗車券、特急券、指定券などや、JR バス路線、高速、ツアーバスの座席指定制路線の乗車券、指定券などを、総合的に発見できる。 発売所である。窓口形式でない発売所も多い。マルスタンマツが設置された日本国有鉄道、国鉄の発売所システムネットワークを継承する形で JR の主な駅と国鉄から転換した JR 以外の京都単語鉄道、戸佐黒潮鉄道、能登鉄道、IR 石川鉄道、愛の風と山鉄道、越後ときめき鉄道など、 一部鉄道各社に設置されている。日本の一部大手旅行会社、空港旅客ターミナル、バスターミナル、フェリーターミナルなどにも設置されいる。ブランドとシステムを継承しているだけで、緑の窓口の表示はロゴマークを除き、各社に違いがある。緑の窓口のマークは国鉄の分割民営化により誕生した東日本旅客鉄道。 JR 東日本が1992年、平成4年に出願し、1996年、平成8年8月1日付で同社の登録商標、第311万6438号としてる。緑の窓口の故障は当初は JR 旅客6車全車で使用していたが、東海旅客鉄道、JR 東海は緑の窓口の故障を順次取りやめて、 JR 前線切符売り場の表記を用いているつまびらか歳術。駅勤務室に窓を設けただけの小さなものからターミナル駅の大規模な窓口までその形態は様々である。乗降人員の少ない駅では窓口1000人の係員を配置せずに友人改札の係員が窓口業務を兼務している。1988年3月12日までは座席指定権類のかに 青函連絡船による自動車構想予約も引き受け、構想当日に、桟橋窓口に車検証を持参して、乗船名簿に記入した。緑の窓口の発祥は、文字鉄道管理局が、全国に先駆けて始めた国鉄セールスマンによる、団体旅行勧誘に始まる。当時、小倉駅、博多、佐賀、佐世保、後藤寺の各駅に一人ずつ配属されたが、 小倉駅の助役で当時41歳の渡辺清が第一号で現在の緑の窓口の発案者の一人でもある。この模様は1963年12月27日発行の朝日グラフで取り上げられ NHK も放送した。緑の窓口の由来は切符の呪文が常備券は赤や青でこの窓口で発見されるものは淡い緑色であることによる 1990年代後半からは水色に変わり、偽造防止を兼ねて、濃い水色の帯と JR マークのホログラムを施している。1960年代までは、東海道新幹線や特急列車など優等列車の指定券や寝台券は列車ごとの台帳で管理され、空席紹介や予約に際して窓口から、台帳の保有駅や統括する乗車券センターへ電話連絡してた。 この方式では、指定券の発行に1から2時間を要したり、同一座席を重複販売してしまうことがあった。上記の問題を解決するとともに、指定券の手配をオンライン方式に切り替えることを目的として、1965年10月1日実施のダイヤ改正当日に、始発駅を発車する列車から販売を開始するため、9月24日から、 日本全国の主要152駅と日本交通公社の83箇所の営業所に開設された。その後もマルスの能力向上に連動して設置駅の拡大や他の大手旅行会社へも接続が行われ2011年時点で大都市近郊の大半の駅や大手旅行会社の窓口に設置されている。国鉄時代は 駅出刷窓口の中でも原則通りに指定席専用取扱窓口のみを緑の窓口と称することが多く他の自由席定期券等取扱窓口は単に切符売り場国鉄前線窓口と呼ばれることも多かった JR 介護は合理化のため各駅の窓口減少サービス向上のためマルスタンマスを増設旧型印刷発行機の置き換え常備 公権取扱いからの移行などの影響で指定席取扱い窓口と自由席のみ取扱い窓口の併設駅は禁章となっている主要駅でマルスタンマツとポスタンマツ基本は自由席専用で他客時のみに営業する場合が多いを併設する場合も同一窓口別窓口など各駅により状況は異なるがオープンカウンター式の緑の窓口に内包されている 場合が多い。マルスタンマツの取扱権種は拡大し、指定券に限らず、乗車券、自由席特急券、急行券、定期券、イベント券、航空券なども発売しており、複数窓口設置駅で、指定席、取扱窓口、緑の窓口と自由席窓口をそれぞれ配置するようがない。市販の時刻表の作員地図は、JR 線、第三セクター線、 およびバスターミナル2014年8月時点で草津温泉駅のみで緑の窓口が設置されている駅を記載している。出店国鉄監修交通公社の時刻表1965年10月号緑の窓口案内に 3JR 夜行バス JR 高速バスはインターネット予約の普及等により緑の窓口での取り扱いを終了した路線が多い。 インターネットや携帯電話で指定席券を予約する駅ネット E5489 エクスプレス予約 JR 九州列車予約サービス JR ハイウェイバスの高速バスネットなどオンライン窓口サービスの急速に普及を考慮し2000年代半ばから JR 東日本を中心に緑の窓口の閉鎖や営業時間を短縮している 廃止窓口の代替に指定席券売機を設置しているが、発売研修に制限がある。都市部を中心にビュープラザなど旅行センターと一体化した窓口を設置している駅もある。湯沢駅や古書川原駅など、緑の窓口が廃止されて、もしもし券売機帰るくんが設置された地に、指定席券売機が後継するも、再び緑の窓口の営業を再開した事例もある。 JR 東海では地方路線を中心に無人駅化を進めており対象となった駅は無人化されるかあるいは駅が所在する自治体などの負担で簡易委託駅が設置されるがいずれの場合も緑の窓口は撤去される。校舎の場合はマルスタンマズを損置して指定券や企画券を引き続き取り扱う駅があるがクレジットカードの使用が不可となるなど取り扱いが制限さて 緑の窓口から外れる。高山本線は、岐阜駅を除く JR 東海管轄区間34駅の、内子駅、飯田線は、豊橋駅、辰野駅を除く92駅の内九駅、など緑の窓口を設置する駅は減少している。JR 西日本では、乗車券、定期券、指定券が、購入可能な多機能通信対話型指定券、券売機、 緑の券売機プラスの設置に合わせて、東淀川駅や江南山手駅などで緑の窓口を廃止している。無人駅化に伴い緑の窓口が廃止されたり、関連市会社へ業務委託を行ったり、営業休止時間が設けられるケースもある。一方、規模の小さい駅でも緑の窓口と緑の券売機を、併置するもある。この他整備新幹線開業に伴い、 平行在来線として、第三セクター鉄道へ移管された路線の駅でも、緑の窓口が廃止されるケースがある。日刹オレンジ鉄道水俣駅、悪久駅、旧鹿児島本線、青い森鉄道のヘジ駅、浅虫温泉駅、旧東北本線など。時刻表の作品地図で、緑の窓口の表示がない駅でも、切符発売窓口が存在する駅もある。また、 特急列車が運行されていない路線で新駅が開業する場合は、緑の窓口を設置せず、指定券券売機を受けする場合がある。大型時刻表の作品地図では通信対話機能が、内指定席券売機設置駅、大阪東線の放出駅と、旧宝寺駅を除く途中駅などは、緑の窓口が設置されていない駅、ただし、券売で指定券を購入できますの。 注射ありと表示しているが、通信対話型指定席券売機、緑の券売機プラスなどを設置している駅、JR 京都線、JR 総治寺駅、JR 神戸線マヤ駅、及び先日の緑の窓口を緑の券売機プラスに代替し廃止した駅などは、緑の窓口設置駅として表示される。JR 東海の窓口は、白い看板に、 JR 全線切符売り場と表記しており、一部の校内案内地図を除いて、緑の窓口マークも用いていない。扱いとしては、JR 他社の緑の窓口同様、乗車券類の購入、変更、払い戻しを取り扱い、クレジットカードの使用もできる。時刻表で緑の窓口の表記のない簡易宅駅は、マルスタンマズが設置されている場合でも、 乗車券類の払い戻しや変更ができないなど一部の取り扱いに制限がある。案内表記の更新が行われていない駅は JR 線切符売り場などの表記に緑の窓のマークを小さく併記し、子会社の JR 東海ツアーズも緑の窓口マークが未だ併記されている場合がある。JR 東海によると緑の窓口から表記を変更したのはどの駅の窓口でも 指定席の発売が可能なためとの理由からであるという。JR 西日本は北陸本線高月駅と紀勢本線すさみ駅などの簡易委託駅で、丸スタンマツの設置駅は作品地図に緑の窓口の表示があるが、JR 東海の場合と同様に直営駅、業務委託駅よりも取扱いに限りがある。九州旅客鉄道、JR 九州は、 対象列車に限定はあるが、ポス端末で指定券が発行可能であるため、一部駅はマルス端末が未設置で、ポス端末のみ設置されていても、緑の窓口が表示されている合わせがあり、同社ウェブサイトの駅情報検索でもその旨が表示される。時刻表の作品地図はマルス端末設置駅のみが表示されている。 1965年から1985年3月にかけて、後にテレビ朝日となるネットテレビで緑の窓口が放送された。国鉄が提供指導者関連の情報を伝える内容で月から土曜日の朝7時45分から15分完成放送されていた。1972年4月放送分からカラー化。 されたが、ネットの番組の中で最も遅いカラー化である。ネットと、テレビ朝日の女性アナウンサーだった、南美希子、中里雅子、西田由里子、野崎由美子、小宮悦子、原まり子などがキャスターを担当した。南はテレビ朝日入社直後に、この番組を担当して、鉄道関連で白識となり、タモリクラブなどに出演する。朝の首都圏の運行情報、特急、 寝台特急列車の空席情報、国鉄からの告知の他に、首都圏に限らない列車や沿線の見どころなどを紹介するコーナーが放送された。空席情報の BGM に、ポール・モーリアのペガサスの涙やイエロー・マジック・オーケストラのテクノポリスなどを用い、ブルートレインブームの夏休み中に、小学生参加の鉄道クイズ大会が催されたこともあった。 放送時間については変遷があり、1970年代後期は朝7時30分からの時期があったほか、1980年代からは放送時間が朝6時45分からに繰り上げられ、1983年秋以降は同局の朝ワイド番組、おはようレビ朝日の1コーナー、7時台半ばになった。土曜日の放送は、 独立したままで6時45分からの放送だった。1985年4月からは内容をそのままテレビ東京に移してレール7という番組になった。1987年4月の国鉄分割民営化に伴い提供は JR 東日本に引き継がれた。その後1991年4月から列車でいい旅にタイトル変更され、 1992年3月に放送を終了した。2013年まで放送されていた野印マテレビで首都圏内の JR 私鉄各線の運行状況について簡単ではあったが、天気コーナーの後半で伝えられていた。当時放映された紹介などの国鉄製作の PR 映像は一部が交通博物館に保存され、館内で上映されることもあった。 しかし同館閉館後の扱いは不明であり、2007年会館の鉄道博物館でも館内での上映や映像の貸し出し等の扱いは行われていない。この PR 映像の一部、主に特急シリーズは鉄道ジャーナル社が制作を担当していた。この映像は同社の手によってビデオ DVD 化されており、同社に申し込むか一部の書店で購入することができる。 国鉄時代の緑の窓口、緑の窓口がない特急、急行列車停車駅も含むにおける指定券の発売時間は、前売りの指定券が10時から17時まで、当日乗車の指定券は、窓口の営業開始時間から当該者の発車時刻までとなっていた。緑の窓口がなく、かつ、普通列車しか停車しない駅、国鉄監修交通公社の時刻表では、 その他の駅と表記していたにおける指定券の発売時間は前売りの指定券、当日乗車の指定券とも10時から17時までとなっていた。JR 加護の指定券の発行は4時30分から23時55分までに限定している。以前は毎日9時57分から9時59分59秒、JST までの3分間。 1>, 1ヶ月前発売時の窓口のフライング防止のため、すべての緑の窓口で指定券の発売ができなかった。ただし、自由席券や乗車券などオフラインで発行するものは発売可能だったが、2007年10月1日より機能改修され廃止されている。JR バスについては、マルス、緑の窓口による管理とは別に、2006年からマルスの管理。 運営をしている鉄道情報システムが開発した高速バス専用の座席予約システムである高速バスネットの運用が始まっている路線によっては別の高速バス専用の座席予約システムである発車をライネットによる販売も行っている高速バスマルスシステムでの高速バス乗車券指定券発券を参照緑の窓口では乗車券や特急券など 一般的な切符は、切符の記載事項を英文にして発見することも可能である。ただし、端末の種類により、英文での発行が不可能な場合もある。県の種類のもとに説明が印字され、普通乗車券であれば、フェアチケット日本語の駅名のもとにもローマ字で、駅名が印字される。有効期限や注意事項も翻訳されて印字される。本来は、 ジャパンレールパスなどを使用する法日外国人へ指定券などを発行するときに使う機能であるが、日本人でも希望すれば、英文で発見することができる。前述の緑の窓口のない駅員配置駅での指定券発行は、マルス指令、指定席計画、JR 西日本、当該者により、用語が異なるあるいは決められた、マルス端末設置駅へ電話を用いてのやり取りとな。 このため、発行液での聞き間違いのないように、石番号については、A 席、アメリカ、B 席、ボストン、C 席、チャイナ、D 席、デンマーク、E 席、イングランドと発音しているが、これは A と D、D と発音する場合や B、C、D、E の母音が同じために、石番号の混乱を防ぐためである。発行液では、指定席内容を復唱して確認する。 国鉄時代は長らくクレジットカードが利用できなかったが、1985年に JNR カード民営化後は JR カードを発行開始したのを機に JR カードに限り使用できるようになった。1990年代後半から国際ブランドビザマスターカードなどのカードの取り扱いが始まり、2004年に JR 東海が 国際ブランドのカードの取り扱い開始に踏み切ったことにより全旅客会社の窓口で初カードが使用できるようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。